さあ21時になりました。ウィーケンドザランページ生放送でお届けします。お相手はザランページフロムエグザイルドライブリーダーのジンとレグです。よろしくお願いします。ということでね、2週相手の生放送ということで、皆さん週末いかがお過ごしでしょうか。お腹減ったなと思います。めちゃくちゃ、あのさ、なんて言うんだろうな、当たり前のことをさ、秀逸なこと言ったったみたいなさ雰囲気で言うのやめへん。あ、今のお腹減ったってこと。うん、当たり前やん。あ、今僕めっちゃ当たり前のことを当たり前のように言ってんけど、だからですから、この空間には別に当たり前しかないですから、やべ、当たり前に答えてくれたら。やべ、収集つかなくなってきた、うん、やべやべ、今回の放送心配だ、やばい。僕今当たり前に水飲みましたけど、これって当たり前ですよね。ということで、2週相手生放送なんですけども、こういうパワープレイしかもできなかった、はい、ということでね、はい、今日はあの月1の電話企画もあるので、ちょっとそちらにね、しっかりと時間を置きたいなと思うので、この辺にして、まあ、ウィーケンですから、うん、電話やるよ言うとやんない場合もありますから、うん、やりますけど、やるやる詐欺やないかということで、本日1曲目いきましょう、はい、せーの、ウィーケンド・ザ・ランページ。これ曲名じゃないけどねウィーケンドザランページ、お相手はザランページフロームエグザイルドライブリーダーのジンとボーカルのリクです。改めましてよろしくお願いします。ということで、オープニングの、うん、トークありましたけれども、うん、ツイッター、はい、ミーさんかな、生放送の時のテンション JK よりすごい笑っときます、うん、確かに、まあ、JK 超えのラジオとはこのこと言います。もう僕ら20代後半に差し掛かりますけれども、JK に負けてないということで、ちょっと自信を持っていきたいなと思います。そこら辺の JK 職に言いたい、頑張りや。もっともっと大きめに笑いや、負けるで、うん、負けるで、我々のテンションてるからね、うん、ということでどこと張り合ってねえってあるんですけど、はい、番組終了後9時30分からニコニコチャンネルでの動画配信もございますので、そちらもお楽しみに。はい、それではこちらの企画に参りましょう。ウィーケンニュース。こんばんは、今日も張り目にお送りします、ウィーケンニュースのお時間です。ここからはランページに関する出来事やウィーケンに関する出来事などなど、最近のトピックスをニュース形式でお届けします。それでは本日のニュースラインナップを紹介していきましょう。ジン・リク舞台出演決定。この番組の MC を務めるジン・リクの2人が揃って舞台に出演することが決定しました。作品のタイトルはエターナル。5月2日から東京の赤坂アクトシアターにて上演予定となっており、ウィーケンで鍛えた演技力を、ランページのリクさんがモンスターハンターシリーズの最新作モンスターハンターライズをなんと購入したことが明らかとなりました。今入っている情報によりますと、すでに終了生活はスタートしているそうで、この後作品の魅力についてじっくりとお話を、行っていただけるそうです。さあ、はい、本日のビッグニュースが舞い込んできましたが、はい、リクさんと私ジンが舞台出演決定ということ で、 そうなんですよ。リクさん、タイトルもう一度いいですか。エターナル。はい、こちらどういった舞台になってるんですかね。まあ、あのね、エターナルってね、アプリが、ゲームがね、ゲームが、はい、遊びもさんの。そうそうそう、ベースになってるんですけども、はい、まあ、どこまで、言えることと言えないことがあるんですけども、はい、まあ、言える範囲で言うと、もちろんこうした、出演キャラクターに我々が扮しまして、はい、そのストーリーをですね、主人公が成長していくような、様をですね、はい、舞台で表現して、で、それが一部。はい。そしてその後、ライブパートがあるんですけれども、うん、そこでしか見れない形、姿での表現の、僕らの、なんですか、エンターテインメントですね、はい。作り上げたものをですね、発信するという二部構成になっておりますけども、はい、まあ、配役はもう決まっておりまして、はい、私、初舞台。はい。初主演やらせていただきます。おぉ、ありがとうございます。どうですか、気持ち的には。そうですね、インスタグラムの方で、はい、ちょっと長めに文になってしまったんですけども、はいはい、書かせていただきまして、はい、確実にこの舞台に挑戦するにあたって、はい、今までこう歌ってこしか来なかった僕がやることでですね、はい、また新たなランページの表現の幅を広めれるかなというふうに思ったのと、はい、歌手としてさらなる成長か可能性があるなと、はい、学べると思った次第で、はい、決意させていただいたんですけども、ジンさん、感想を届いてます。あ、本当ですか。はい、ゆうさん、福岡県の方です。ジンくん、にくくん、こんばんは。こんばんは。舞台エターナルの出演決定おめでとうございます。お二人の挑戦すると決めた思いがとてもかっこよくて、全力で応援したいと思いました。はい、絶対見
届けたいので見に行けるように願掛けします、頑張ってくださいということで、ありがとうございます。まあね、はい、関東東京なんで、うん、ちょっとね遠方の方ね、また別の地域の方はね、うん、難しい方もいらっしゃると思うんですけれどもね、うん、なんかこういった機会にまた僕らのこう表現する場が、うん、広がればなという思いでね、しっかりとちょっと取り組んでいきたいなというふうに思います、うん、どうですか仁くんは、一緒に出ますけども、はい、出演にあたってその思いとか、まあそうですね、ウィーケンでラジオドラマやってたからもう全然大丈夫やなと、うん、あの過酷な日々に比べたら全然大丈夫なんじゃないかなというふうに思いますけど、ね、あのね、怒られてしまえいやいや、なんでここだって真剣にやってましたから、ね、ラジオドラマも、はい、なんでまあ、うん、僕はなんかやっぱ僕の中の目標として、うん、こう30までまだまだ時間があったりとかする人生の計画として、うん、30歳までにこうなんか自分の中でストッパーを外して、うん、ちゃんとこう一歩一歩自分の中で、明確にした目標を叶えながら、うん、自分のこう世界観っていうのを広げていきたいなって思ってるんで、素晴らしい、なんかその一の一環としてしっかり頑張っていきたいなというふうに思います。あの6人の中で一番この2人がねイメージない方と思うんですけど、本当に、うん、精一杯頑張っていきたいなというふうにね、はい、思います。そしてリクさん、はいはい、終了生活スタート。そうなんです、ゲームしてるんですか、珍しい。そう、あのね、モンスターハンターシリーズ、はい、もう僕初代から PSP の時からずっとやってるんですけれども、はい、最新作が今日から発売ということで、僕はもう3週間くらい前から、予約をしてましてですね、はい、今日の朝から買ってたんですけども、あの合間にね、はい、車の移動中もやってました、はいはい、楽しいね、はい、っていうのも、どんどん新しくなってくにつれて、うん、新しいモーション、うん、動きがどんどん増えてきたりとか、いろんなキャラクターが出てきたりとか、はい、装備がそのものがもう本当にか武器とか防具がかっこよくなってたりとかするので、うん、本当にこう、初期の段階から始めてもなんか見た目もね、こうかっこいいものが使えたりするので、はいはいはい、クオリティがねどんどん、そう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 、だから初心者の方でもね楽しめると思いますので、はい、ジン君ぜひねスイッチと、うん、ソフト買ってやってもらったらいいんじゃないかと思います。それ友達とオンラインとかできんの？できますよ、もちろんこう ネット環境がね、はいはい、整ってれば一緒に通信できますから。おーすごい、はい、もう兄がずっとやってたんですけど、うん、あんまねそういう長編のゲームとかって やったことないんですよ。だからあんだけあのさ FPS のさ、うんうん、ゲームできるんだったら、うん、そうそうそう、できると思いますけどね。あーかな、うん、どういうとこが難しいんですか、モンスターハンターって。結構さ、みんな結構敵倒すのむずいって言うじゃないですか、うん、どの辺が結構ミソなんですか、ゲーム。ミソ、あ、まあ、立ち回りですよね。立ち回り、そのね、キャラクターによってモンスターによって動きも違うし、攻撃の仕方も違うし、はいはい、パターンも違うんですけども、はいはいはい、一回そのモンスターの行動パターンをちゃんと把握してれば、はい、攻撃読めるんで、もう究極ダメージを負わずに勝てると。その上手くなるにはどれぐらいプレイしないという時間で言ったら、僕は今まで前回のそのプレイステーションの方でやった、はい、シリーズに関しては、うん、合計ね500時間ぐらいは、500時間実はやってましたね。500時間ってで、めちゃめちゃ強い装備やっと揃ったみたいな。だって24時間でしょ、で100日で240日で、240時間でしょ、200日で480時間で、うわ、200日ちょっと。すごいね。やったね。これさ、まあ、うん、ファンの方ね、女性の方多いんですけど、女性でもやれるもんなんですか？もちろん。その、著名人の方でも、ゲーマーゲーム好きな方。それこそ、本田翼さんとか。おだったりとか、あとは、僕らと同じ、佐野日奈子さんとか。ああ、ええー。もう、ゲーム女子。モンスターハンターシリーズが好きで、あ、そうなんだ。よく、やれてるっていうのは僕見ましたね。計算やって、計算間違ってた、僕の500時間は200日じゃなくて24日だぞちょっと待って、ちょっと恥ずかしい、きついめっちゃきつい。いや、違うんですよ、だいたいあるじゃないですか、だいたい感覚でもうね、全然もうこれね、修正ちゃうって、1日で何時間するかって、もうやめましょう。じゃあもう罰として買う。いや、じゃあその前に僕映画見ました。モンスターハンターの映画の方見たいんですよ、ミラ・ジョボビッチの。じゃあ見てください。あっちの方が興味あります、はい、映画の方が。はい、ということで、はい、いや、もう絶対この後ツイッター開くの嫌や、マジでみんなクサクサクサみたいな感じやろ。はい、ということで、以上、ウィーケンニュースでした。ウィーケン、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 The Rampage。まだちょっと引きずってますけど、計算ミスね、もういやいや200日はい、ということで月1企画でございます、リスナーさんと電話をつなぐウィーケンテレフォンのお時間です、うん、
どうせ今から電話する人も聞いてたような僕のね、誤算をね、はい、ということで、はい、じゃあ早速もう、あ、これ電話くれた方は僕らのサインが入ったベーヘムのね特製ステッカープレゼントしますので後ほどお送りします、はい、スマホにでもパソコンにも貼ってください。で、じゃあ早速電話がつながっているみたいですので呼びかけてみましょう、はい、もしもし。もしもし。あ、こんばんは。こんばんは。ウィーケン聞いてくれてました？あ、聞いてました。じゃあ恥ずかしいのでここで切ります。バイバイ。バイバイ。バイバイじゃないですよ、そうね、やめてください。ノリいいですね。はい、はい、ということでじゃあお名前教えていただいていいですか？はい、三重県在住25歳つびつびです。あ、つびつびさん、いつも送ってくださってるつびつびさんですね。 ありがとうございます。そうです、ありがとうございます。というか本番はつびつびさん、今日はどんなことをお話ししたいんでしょうか？はい、私には6年付き合ってる彼氏がいるんですけど、はい、6年、なんか最近ちょっとケチなんじゃないかなって思うことが増えてきてて、いや結構ね、6年付き合ってそういう思いはやっぱ出てきますよね。ケチなんじゃないと。で、その、はい、彼氏のことで、はい、なんかそれは私の心が狭いだけなのか本当にケチなのか判断してほしいなと思って、はい、例えばその、はい、何をきっかけに、例えばその具体的に何かがあって、うん、はい、そのケチだなって思ってしまった出来事みたいなってあるんですか？あのバレンタインにちょっと私奮発して、はい、6000円分チョコレートあげたんですけど。素晴らしい。うわ、すごい上等なやつを。で、この間お返しもらって、うん、でなんかちょっと軽いなって思いながら開けたんですけど、はい、なんか放送した店員さんがミスちゃったみたいで、はい、その値札がついたままだったんですよ、はい、でそこに700円って書いてあってちょっとショックを受ける。そのものは言えるもんですか？700円のもの。はい、あのハンカチと、あとなんかペーパーソープみたいな。ペーパーなんですか？ペーパーソープ、なんかちょっと紙みたいな形の石鹸。あー、はい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 、あー、なんか、じゃああれか、ハンカチとそのペーパーソープって言うんですか、セット、はい、セットで700円安いですね。なるほどなそれ、なるほど、あのまず店員さんに値札は外せよっていう、あ、そう本当ですね。そうなんですけども、さあそれがでもあれなんですよね、これだけじゃなくてやっぱいろんな今までお付き合いされてきた中でいろいろこう節々にあったんですよね、きっとね。そうです、なんか誕生日プレゼントとかも誕生日プレゼントはじゃあ一番その一番近かった時の誕生日プレゼントで、あ、なんかあの欲しいものが、はい、あの決まらないって言われたんで、あの某通販サイトのギフトカード、はい、ギフト券を2万円分あげたんですけど、2万円あげた、はい、私先月誕生日で、はい、久しぶりに会った時に、はい、そのプレゼントがなんか食べ放題の焼肉とヘアゴムでした。お、食べ放題焼肉いいじゃないですか。とヘアゴム、はいヘアゴムか。それは例えばじゃあなんだろうな、でそのいろんな ビトンみたいなことじゃないんですか？ブランドのなんかあれがついたやつとか、なんか博物館で売ってるその博物館で やってる展示の記念の、いや何の博物館かにもよりますけど貴重なものです。あ、だからそれをだから彼氏に直して、直すためにどうするかか、まあまあその受け入れるのかっていう、そもそもですよね。で迷ってると、はい、私がちっちゃいんじゃないかっていうのも心配やったり、はい、これはね、彼氏さんのそのね具体的なその言うたら踏み込んじゃいますけど、やっぱ収入とかも僕らわかんないんで、うん、一概には言えないですけど、はい、でも、はい、彼女がね、彼女が女性が頑張ってそれだけ自分のためにやってくれたら、僕は最低でもそれ以上のことはすべきやなと思うんですよ、うん、そうね。あ、失礼なんですけど、彼氏さんって、はい、年齢はつぶさんと同い年または、2個上です。上かちょっとね、どうなんだろう、プライド持ってほしいなと思うけど、そうな、でも分かんないです、ほんまにもうつびつびさんがめっちゃヘアゴム欲しいってアピールしてたかもしれない、それはね僕らには分かんないですでもヘアゴムは欲しくて、あ、そうなんだ、なんか1個なくしちゃったから買ってあげるって言われて、だから別で捉えてんじゃない、そのもらったものとは別で、もうほんまにそれはそれで考えてる可能性もあるけど、ね、まあ、まあ同じ僕らもね男ですから、なんかまあお金じゃないなとは思いますけども、はい、なんかそういう特別な日を、そういうね、なんて言うんだろうな、こうちょっと
あの、そういう形でやるのであれば、なんかこまめな、ふとした時のサプライズが、普段からあったら嬉しいんじゃない。つびつびさんね、ちょっと嬉しい。今度あれなんじゃないですか、逆につびつびさんお金かけずに、彼氏さんに、なんか、はい、なんだろうな、その、博物館、水族館のね、なんか、何、ストラップとかにはして、タツノオトシゴのやつ。多分、いえ、誕生日これって言われたら、いや、あんただってヘアゴムやったやろよって言う。それで気づかせる。それいいね。つびつびさんだって頑張って働いてるんで、そうだよ、そんな無理しすぎずで、うん、なんかね、はい、対応してあげたらいいんじゃないですか、大人の対応をね。なるほど。なんか買ってあげたいもんね、俺らがなんか買ってあげたよ、ほんまに、ね、先月ね、誕生日だったんですもんね。本当に、はい、まあでもこのね、電話がちょっとでもつびつびさんにとってのプレゼントになったらね、嬉しいなというふうに思うんですけれども、はい、ありがとうございます。決してつびつびさん、小さいわけじゃないので、彼氏さんもね、多分悪い人ではないと思う。もちろん、もちろん6年続きますから、うん、じゃなきゃ無理ですからね。ちょっとね、引き続きちょっとまた末永く、お幸せにしていただければと思います。また何か報告あったら、いつでもメールか何なりくださいね。ツイッターでも構いません。はい。ということで、本日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。ということで、つびつびさんでしたけれどもね。彼氏頑張れよ頑張ってくれよ、ね、そこはじゃね、もう10人十色で、もう100人100色ですけれどもね、うん、もう、やっぱ、はい。続きまして。はい、ということで、続いての方行きたいと思います。つながってるかな、こんばんは。もしもし。あ、どうも。あ、こんばんは。あ、じゃあ早速ラジオネーム教えていただいていいですか。はい、群馬県の、さとみです。さとみさん。さとみさん。はい。ご年齢非公表でしょうか、非公開でしょうか。さとみさん。めっちゃ年上なんですけど。めっちゃ年上さん。はい、42歳です。42歳。あ、どうも。明日なるんですけど。おめでとうございます。やば。ありがとうございます。バースデーコール。はい。このまま日付が変わるまでずっとおしゃべりします？いやいやいや、あかんあかん。いろんな人に怒られる。ごめんなさい、ごめんなさい。ということで。はい。私実は三つ子で。3人明日誕生日なんですけど。わー、すごい。それで、お互いによくプレゼントの交換とかするんですけど。はい。二人が、家族にもらったことあるプレゼントで、はい、なんか、印象に残ってるものって、どんなものがありますか？家族にもらったものでか。なんだろうな、いろいろ上京するときとかにもらった、うんうん、いいネックレスとか、うん、なんか、兄と家族と一緒にくださって、うん、めっちゃええやつやったんで、これ、大変やったやろうなと思って、うん、その時のこととかって覚えてますよね、シチュエーションがあって、うん、やっぱ家族と離れる時にこうもらった大切なものなんで、うん、とかは嬉しかったかな。僕はちょっとハイブランドのお財布、はい、あ、財布ね、財布もいいよね。うん、うん、それかな。なんかこう、あ、このお財布に見合うぐらいのアーティストになってやるんだ。うん、それをね、もうずっと使ってたんですよ。はいはいはい。で、今年久しぶりにね、変えたんですよ。はいはい。で、それは、財布をね、うん、僕自分の分も買って、はい、それをまた逆に買ってあげるという形で返したんですけども。はい。逆に、さとみさんはいつも何あげてるんですか？うん、それ、もう悩んじゃって毎回、はい、2人にあげるので、はいはいはい。毎回、自分ももらうんですけど、はいはい。あげるか、でも好みは似てるから、だいたい自分のこれいいなっていうのとかをあげたりしてます。結構仲いいんですか、ご家族皆さん。仲はめちゃめちゃいいです。じゃあ逆に、どんなものが好みですか？本とか。本。あとはでも、使うものと、その人の欲しいこうキャラとか芸能人とかを考えるんですけど、はい、私が好きなものと違うので、はいはいはい。それがちょっと悩みますね、でも。今までは、なんかこう、はい、形に残る、例えば、なんて言うんだろうな。それこそ、じゃあ、いい万年筆とかわかんないですけど、形に残るものあげてたんですかね。そうですね。毎年、そんな感じで。そしたら、なんかこう、すごくこう、失礼になってしまったら申し訳ないんですが、僕のイメージで言うと、やっぱこう、大人な方なので、はいはい、時間を買ってあげるっていうのはどうでしょうか。例えば、まあ、今なかなか難しいとは思うんですけれども、はいはい、もうその、三つ子のご兄弟のお二人はもちろん、はい、ご親戚の方々も一緒になんかこう、祝う、安全を確保した場所で、
なんかそういう会を作ってあげるみたいな、機会を作るみたいな。それもいいですね。はなんかこう大人だからこそできる、なんか用意できる素敵な環境というか時間なのかなって僕は思ったりするので、なんか今年はあえてこういうのを用意しましたっていうのでもなんか素敵な思い出になるんじゃないかなって。そこでなんかこう安全を確保した上でこうみんな写真撮ったりとかで、それを後日こう額に入れてみんなにこうプリントしてプレゼントするっていうのもまた一つのやり方なのかなと思ったりします。そう、記念写真とかあんまり撮ったことなかったんで、それもいいなと思いますね。はい、はい、ということでじゃあね今日いろいろお話しさせてもらいましたけれども、はい、最後にあの、はい、僕らからちょっとさとみさんに、はい、ちょっとね一日早いですけどパワーのプレゼントを送りたいんですけれども、はい、あの、ワイルドパワーのジンか、ソフト、マイルドパワーのリクさんがどっちが欲しいですか？両方はダメなんですか？じゃあ両方いきます？後味悪くなりますけどリクさんから言っていただいて最後ワイルドパワーで締めさせていただきますのでマイルドパワーでいきます。パワー。ちょっと笑った今。続いて、ワイルドパワーでございます。皆様、あの、ボリューム1にして聞いてください。パワー！なんか今、マイクバキって言いますね。大丈夫でした？ということで、さとみさん、本当にあの、誕生日おめでとうございます。ね、もう謝ってよ、本当に。とか言ってということで、ね、また、誕生日、ね、何あげたかとか、はい、分かったらぜひ送ってください。はい、ご報告お願いします。はい。サイン入りのステッカーもプレゼントしますので。はい。はい。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。素敵な誕生日を。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、ということで、メールを。ということで、ウィーケンテレは、毎月行っていますので、まだエントリーしてないよという方は懸命に電話と書いてメールを送ってください。受付メールアドレスは rmpg@bayfm.co.jp です。ではここで夜にぴったりな一曲をお送りしましょう。ザランページフロムエグザイルドライブでインビジブルラブ。パワーで隣で寝てた猫が起きたっていうツイート見てめっちゃ笑っちゃいました。笑いました、ね、はい、ということで、週末を最高に楽しくするラジオ番組ウィーケンドザランページ、お別れの時間でございます。この後はニコニコチャンネルでスペシャルな動画配信を行います。皆さんと一緒に番組を盛り上げていきたいので詳しくはネットにニコニコチャンネルと検索してみてください。はい、ということでニューアルバムリブートが絶賛発売中でございます。いや、ね、ラジオでばっかりでやってる印象ありますけれども、ここでは歌って、ちゃんと踊ってるので皆さんぜひアルバムをチェックしてください。めちゃめちゃメール来てます。お、メール、ズーさん、ジン君計算間違えたのは疲れてたからってことでいいよ。いや、いいよで、いいんですか？妥協してもらってますわ。いい、妥協してもらってますけどね、はい、疲れてないですけどね。やっぱ人間誰しも間違いがある。その間違いを自分の経験として生かせるかどうかが自分次第。当たり前のこと言ってますけどね。そうね。さあ、ということでこの後動画パートもあるので皆さん引き続きよろしくお願いします。さて、ウィーケンドザ・ランページここまでお送りしたのはザ・ランページフロムエグザイルドライブリーダーのジンとボーカルのリクでした。皆さん今週も良い週末をお送りください。はい、バイバイ。Power!